皆さん大変お待たせいたしました。本日はどうぞマリンスタジアムへようこそ。今シーズン1回目のマリンフェスタ、このステージはマリンフェスタ特別トークショーです。それでは皆さんお待ちかね、選手の皆さんをお迎えしましょう。大きな拍手でお迎えください。さあ本日はなんと涌井秀明選手、細谷圭選手、井上誠也選手にお越しいただいております。そしてなんと涌井選手がもう一人お友達を連れてきてくださったということなんですけど、ご紹介いただいてもよろしいですか。はい、ゴールデンルーキーの佐々木千早選手。大きな拍手でお迎えください。さあそれでは今日はなんと豪華な4選手にお越しいただきまして、早速トークショーの方スタートしてまいりたいと思います。ではまずは、選手の皆さんから、皆さんに挨拶をいただいてもよろしいですか。涌井選手からご挨拶いただいてもよろしいですか。出ます。今日は佐々木のいいところを皆さん見つけて帰ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。細谷選手お願いします。おはようございます。今日は佐々木の可愛いところを見つけて帰ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。井上選手お願いします。おはようございます。多分佐々木がメインになると思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあではそんな佐々木選手もご挨拶お願いします。おはようございます。急遽涌井さんに参加しろと言われて、参加させていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ今日は豪華なこの4選手によるトークショーでお楽しみいただきたいと思います。さあまずはですね、今シーズンも始まりまして、4月もホームゲームが今日で、最終日になります。ちょっと1ヶ月を振り返ってのお話を伺っていきたいんですが、ちょっと厳しい試合も続いてますが、涌井選手この1ヶ月振り返っていかがですか。まあ厳しい戦いが続いてますけど、はい、まあでも、4月、まだ4月なんで、はい、そんなに、悲観することもなく、これから、みんな調子が上がってくると思うので、はい、まあ自分も含めて、温かい目で見守ってください。はい、皆さん今日もね応援よろしくまあ、良くも悪くも、選手は、まあ、一つになって、毎日必死に、やってると、やってます。そうそう、まあ、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では井上選手お願いします。はい、ちょっと負け込んだりとちょっと雰囲気が悪い感じはちょっと あるんですけど、やっぱ選手は打席の中でやっぱり目が死んでる選手はもう一人もいなくて必死にやってますし、はい、で戦う意思も全然まだあるので、はい、まだこれからだと思うんで、また引き続きお願いします。はい、ファンの皆さんと一緒に戦っていきたいですね。では佐々木選手お願いします。僕にとって、初めてのシーズンが始まったんですけど、はい、やっぱりプロ野球選手ってすごいなっていうふうに、はい、実感した1ヶ月だったかなと思います。チームにはどうですか、慣れましたか。もうどうでしょう、涌井選手によくしてもらってますか。まあ、ロッカーが隣なんで、すごい隣なんですね、はい、優しい先輩です。あ、なるほど。では今日はそんな皆さんから、普段は聞けないようなお話を聞いていきたいと思います。さあ今回のトークショーではですね、自己紹介ではなく他己紹介を行いたいと思います。皆さんがお互いに他の選手を紹介し合っていただきたいですね。ファンの皆さんが知らない一面をここで見せてくれるかもしれませんので、まず涌井選手、今日お越しの涌井選手以外の3選手を涌井選手から紹介してもらってもいいでしょうか。はい、どんな選手でしょう。そうなんですよね。まあ、正直、はい、細谷のことはよくわかんない。よくわからないですね。まず井上から紹介します。あ、そうですね。はい、去年なんか最後の札幌ですかね、はい、札幌でホテルの食事会場で、はい、ご飯を食べて、はい、で話すことがあったんですけど、はい、こう見えてファンに合わせてお酒を買える、はい、おしゃれ、はい、そういった、はい、おしゃれな面があるそうです。ご飯に合わせてお酒を買える、はい、なるほど。佐々木はですね、はい、まずおはようございますがちゃんと言えない。ちょっと言えない、はい、あ、これはちょっと先輩からいつもニャスって言うんですよ。ちょっとやってみてもらってもいいですか。はい、
いつもこんな感じで言ってくるんで、もう3回えって聞き直してやっとおはようございますって。なるほど。いつもこんな感じなんですね。そうですね。徐々に、はい、慣れてきたのかなと。なるほどなるほど。で細谷。はい。細谷。ちょっと笑っちゃってますけど。細谷。まあ西武の時は、はい、彼は内野手だと思ってたんで、はい、内野手で、あ。自分より1個年下なんだなと思ってて、あ、そうですね、そうで入ってきて、はい、本当に年下だったのっていうぐらい、はい、まあ、なんか声も低いし、はい、ベテランだし、はい、結構まあ最近よく喋るようになって、はい、結構いい選手だなと思い始めました。思い始めたんですね。ちなみにどんなお話をされるんですか、お二人でと。まあ、なんで、はい、あの登場曲を使っているのかとか、はいはい、なんで松戸の方に住んでいるのかってすぐ涌井選手の住んでるとこバラしますよねすぐバラしがちですよね。そういう話をされるんですね。そうです、はい。なるほど、ちょっと意外なお話が聞けましたね。では順番に細谷選手、では細谷選手から見た他の3選手ご紹介ください。涌井さんは最初すごい怖いイメージあったんですけど、はい、あ、選手間でもそういうイメージがあるんですか。はい、なんかこう、はい、気さくに話しかけられない感じがあったんですけど、ちょっとこうオーラが、ね、まあ、あるというような意味ですかね。まあ、食事とか誘ってもらって、はい、まあ、野球の話をした時とか、はい、すごいこう熱いものを感じましたし、はい、まあ、ちょっとこうピッチャー目線からの、はい、バッターの見え方だとか聞きたい時とかは、はい、聞いたりするんで、結構その頼れる存在の、なるほど、お兄ちゃんですね。お兄ちゃんですか、はい、クールに見えますけど熱いものを秘めてらっしゃると。あります、はい、なるほど。では続いて星野は、はい、ご飯でこう好きなものを高校連れてってあげるとすごい嬉しそうに食べるんで、イメージ通りと言ったら、それがもう可愛くて、はい、あ、いいですね、はい、可愛がりたくなっちゃうやつなんですけどあ、じゃあ一緒にお食事も行かれたりされるんです ね、はい、ですね。ちなみに何連れてってあげると喜ばれるんですか。もう肉系全般は全部やってますまたイメージ通りですね、はい、もう話しないで黙々と食ってますからですね、全部無視しちゃいます。全部無視しちゃいます。聞いてんのっていうような。連れてってもらってるのに全部無視しちゃうんですね。はい、なるほど。では続いて。試合は、はい、正直まだ全然絡みがなくて、そうですね、まだね、数ヶ月ですね。謎大きい男なんですけど。謎大きい男。はい、まあこれからいろいろコミュニケーション取って、はい、はい、もっと知りたいと思います。もっと知りたい。はい、いいですね。ありがとうございます。では井上選手。はい、井上選手から見た3選手ご紹介ください。涌井さんからなんですけど、はい、お願いします。そう、札幌で、はい、ホテルで飯食ってて、はい、でちょっと緊張してたんですよ、はい、で僕カニ食べててカニを、はい、お前なんでそんなに食うのみたいな言われて、はい、あ、そういう感じで会話 OK なんだと思って本当に堅苦しいと思ってて、はい、なんでもうなんでそんなに食ってんのみたいな感じしてもらえて、あ、そんな感じで会話成立するんだみたいなあ、じゃあかなり初め構えてらっしゃったんですね、井上選手は、はい、はい、きちんとしたこと喋らないといけないのかなって思ってたんですね。もう緊張してて、はい、どうやって、もうずっともう2年間ぐらい2年間ぐらい、結構長かったですね。長かったです。はい、でもそのカニをきっかけに落ち着きました。あ、よかったですね、はい、思い出の北海道だったんですね、はい、なるほど。では続いて細谷さん、はい、もう直属のお兄ちゃんみたいな、直属のお兄ちゃんみたいな、はい、そうですね、なんかもう頼りにしてますし、はい、ご飯連れてってくれるし顔がほころんじゃってますもんね、まあ、すぐなんかもうちょっと時間なくてもラーメン行こうよみたいな、はい、あ、そうなんですか。でも気軽にこう声をかけてくれる先輩と、でもちょっとミスして、はい、ちょっとタメ口になると、はい、おい低いとそこは厳しいぞと、おいっつってなるほど、それはちょっとチェックが入る、もっと声低く、もっと声低く聞こえてました、皆さん、聞こえました、そんな低くない聞こえるか聞こえないかぐらいの、本当に優しいです、本当にもうお兄ちゃん的存在なんですね、はい、優しくて厳しくて、はい、はい、では佐々木選手はどうでしょうか。分からないです、本当に分からないですけど、分からないですか、本当に
いや本当に分かんないですよ、はい、本当によっぽど分かんないみたいですね。分かんないですけど、なんか可愛いんですよね、はい、なんか可愛いんですね。食べれそう食べないでくださいね。危ない食べないでくださいよ、はい、またよろしくステージ上でね、よろしくといただきましたが、では佐々木選手から見たこの先輩方、ちょっと順番にご紹介いただいてもいいですか。はい、せいやさんは、はい、どうですか。食べられそうです。食べられちゃいそうですか。あんままだお話しする機会もそんな多くないんで、はい、分かんないことの方が多いですけど、はい、すごい優しい先輩です。もう優しい雰囲気が漂っていらっしゃいますもんね。では細谷選手はどうでしょうか。細谷さんは、はい、すごいかっこいいです。かっこいい、どんなところが特にかっこいいですか。どういう意味。全部かっこいいです。全部かっこいい。私服がすごいかっこいいです。あ、私服がどうですか細谷選手、それを聞いて。ありがとうございます。私服がかっこいいですね。はい、では涌井選手はどうでしょうか。涌井さんは、はい、最初すごい会う前はすごい怖い方なのかなっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあ、キャンプの時からすごい話しかけてくれて、はい、まあ、すごい、ね、いろいろと教えてくれたり、まあ、すごい物知りな方だなっていうふうに、はい、思って、なんかいろんな話をしてくれるんで、はい、はい、すごいリラックスできます。あ、なるほど、リラックスして接することができると。なるほど、すごいお話をちょっと聞けましたね。ではですね、本当はこの後すごくたくさん台本上はいろいろコーナーがあったんですけど、ちょっと盛り上がってしまってお時間がですねもういっぱいということで、ね、もういっぱいだそうなので、ちょっと皆さんから一言ずつ挨拶をいただいて、この後選手の皆さん試合の準備に入っていただくということで、ではご挨拶をいただくんですが、大丈夫ですか。大丈夫ですか。では涌井選手からでよろしいですか。はい、はい、あ、すいませんマイクが、はい、今日こそは連敗が止まると思うので、細谷の打席の時にみんな盛り上がって、井上の時には優しく微笑んで、まあ、自分もベンチじゃなくロッカーで応援しているので、皆さんと、今日も頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴お願いします。本当目の前の試合に全力でぶつかって、今日連敗止めたいと思います。ちなみに涌さんは多分試合中は長風呂ですね。試合中に長風呂してると思いますんで、応援してくれますね。皆さんの盛り上がりで、ちゃんと一球速報見てますから、ね、あ、本当ですか。一球速報見ながら携帯で。まあ、とにかく頑張りたいと思います。もうよろしくお願いします。ありがとうございます。では井上選手お願いします。はい、もうキャンプからずっとやってきてる明るく厳しくっていうところで、もうやっぱりこうね、ちょっと巻き込んでる分もう何とかして結果で返したいと思うんで、はい、今日もよろしくお願いします。はい、では佐々木選手お願いします。また今日から、勝ち続けられるように、僕も精一杯、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではマリンメッサ特別トークショーは以上になります。選手の皆さんありがとうございました。大きな拍手でお送りください。本日は涌井秀明選手、細谷圭選手、井上誠也選手、佐々木千佳代選手にお越しいただきました。ありがとうございました。さあ、今日は特別に佐々木選手も飛び入りで参加してくださいました。ありがとうございました。ちょっとね、もっとたくさんお話を聞く予定だったんですが、思いのほか他己紹介でいろいろお話をね、伺うことができたので、お時間ちょっといっぱいになってしまいました。皆さんお待ちいただいてありがとうございました。さあ、この後なんですけれども、今度は45分からもう間もなくです。